こんばんは。よいしょ。ちょっと待ってね。よいしょ。すいません。待って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 。やばい。間違ってフォーク持ってきてた。スプーン。よいしょ。すいません。ちょっとそう開始早々。すいません、よいしょ、こんばんは。待って、髪の毛やばい。こんばんは。はーい。失礼しました。ちょっと今日すごいアイス食べたい気分で、最近すごいんですよ、アイス食べたい気持ちになる。はい、なので配信で食べちゃおうと思います。イエーイイエーイイエーイ。食べちゃいますよ。はい、私が用意したアイスはこちらです。クッキークリーム味です。私の大好きなアイス。ちょっとね、画面が暗いから、はい、これで OK。 すごいそうなんですか、貴族。まあでもそうだよね、ちょっと高い、普通のアイスよりは高いと思いきや、でもなんだろう、なんか昔に比べてね、まあ20歳の私が昔を語るのはどうなのかと思うんですけど、昔に比べてアイス全体的になんだろう、こうリッチになってる気がするんですよ。っていうのもさ、こうアイスは安さ、お安さ、お求めやすさよりもやっぱより美味しさをなんか追求してというか、消費者がそっちを求めてる気がするの。特別な日に食べるものとしてね、ご褒美とか、こう毎日食べる、そのなんかね、安め、いや、なんか安めて、お安い、お安いお手頃なお値段のアイスというよりは、なんか特別な時に食べるアイスとして売ってるっていう、そういうイメージです。ではいただきます。そうそうそう、少し高くても美味しい、ね、せっかく買うんだからっていう気持ちを優先しちゃう。いただきます。スプーンも大きめでいきます。うーん、美味しい、美味しいです。イエーイ。
これで強制してなかったらもっとさあね味わえたんだろうなーって。うんふん。ご飯ね6時ぐらいに食べました。今日お母さんが夜勤で、お父さんが出張でもうお家にいなくて早めに食べた。うーん、おいしい。ね、私思ったんですよ、姫になりたい。うーん、うーん、今日ね、あの今日なんだろう、あの広告で、携帯のね、なんかのアプリのね、なんかの広告で、なんか中華系のなんか昔のお姫様の暮らしみたいな、ドラマがあって、ショートドラマがあって、それ見たんですけど、うん、おいしい。うんうん、お姫様は毎日すごい可愛いお着物、ちまちょぐりみたいなドレス、お着物ドレスみたいなのを着て、毎日可愛い髪型して、毎日可愛いヘアアクセ、もうゴリゴリ、もう全部金みたいな感じ、すっごい華やかな格好をされてるので、まあお姫様だからその格好をしても許されるわけですよ。それがいいなって。私本当はなんか着物とか着て生活したいドレスとか着てコンビニ行きたい。でもさ、そんなことしたらさ、みんなジロジロ見るでしょ。うん、だから私は、あ、姫になりたいんだなって思いましたはい、そういうことです。よろしくお願いします、ファンの皆さん。え、そう、まあ何、名誉とか、そう、地位がとかじゃなくて、服装、なんかドレスとか、おいしい。着物とか着て生活したい。うんうん、家はね全然普通のとか全然今で大丈夫ですけど、でなんかそういうなんか昔の方々が着られていたお洋服に憧れる。じゃーん、これ食べてます。うん、あ、全然ウェディングじゃなくても全然カラードレス何でもいいの。はいそうなんです。うん、おいしい。よろしくお願いします。そう、把握を私は姫になりたいんだって、その広告を見て思ったんですよ。うん、うん、でも、あ、お城に住みたいとかは大丈夫、思ってないの大丈夫とか言って
ドレスがいい。うん、もう生活着がそれ。なんかそのお姫様の家着、簡単なドレス着物フそう、レッスン着もドレス。うんうん。あー、いや、ドレスだったらでも何でもいいかな。うんうん。I love you! ありがとう。そうなんです、大変そうだけどそう、憧れる。ドレスに憧れる。かわいい、ありがとう。あー、確かにドレスとか着物に季節性ってないのかなうん、そんなお気持ちです。はい、お気持ち表明でした。ね、でも普段ドレス着てたらさ、浮いちゃうからさ、ね、着れない。はい、うん、ギフトありがとう。着れない、うんうん、あ、色はね、なんだろう、なんでもいいな。もうなくなりそう。ドレス農業そう、あ、そうそう、メール届いたかな。メール届きましたかね。うん、もうチャットで言ってるんですけれども、今日は日向まつりさんの収録でした。なんか前回がいつだったっけな、でも結構最近な気がして、7月とか収録があったのは。
通届いてるとか、だから結構あのスパン短めで読んでいただいて、はい、ほんまです。うんうんうん、このスパンの短さは過去一な気がします。そうなんですよ、びっくりしました。ゲスト、うんうんうん、びっくりびっくり。うん、あ、ほんのたさん強制仲間だからいっぱいお話しした、あの収録外でで、もはなんか日向さんがあまり滑舌悪くなってるイメージがなくて、うん、うんうんうん、はあはあ、日向さんはいつだったっけ、結構前ですね、うん、この前終わったって言ってた。でも辛いけど絶対に自分に将来感謝するから頑張ってねって言われた。頑張ります。うん、I love you、 ありがとう、クマで、あのなんだっけな、プリンがおすすめって言われた。プリン、なるべく柔らかくて高カロリーなものを摂取するといいって、もうそれ聞いた時、あ、もう本当にそうって思って、ごちそうさまでした。うん、ほ、そうなの、栄養、あ、もうそれ聞いた時に、あ、もう日向さんは仲間だって思ってうん、なんか普通だったらさ、まあ、ゼリーの方が低カロリーだからね、あのゼリーとかって言うと思うんですけど違うんですよ。今はもう本当にどれだけ高カロリーなものをどれだけ簡単に摂取できるかっていうので考えるので、まあ、ゼリーよりもプリンがいいっていう、うん、なんで絆が芽生えましたそうなんですよ、もう今はなんかもうダイエットとかしてる場合じゃないんですよ。いや、するけど、太んないようにするけど、本当にまあ太りすぎないようにはするんですけどでも勝手にね、その食べづらいから間食とかも減るし、なんか量も減るから、なんか矯正と同時にここが老けちゃうんですよ、ここの肉が落ちて顔周りの、なので
ちょっとなるべく高カロリーなものを簡単に摂取するプリンをいっぱい食べたいと思いますっていうので、そう、日向さんがそのね、プリンって言ってくれたのがすっごい分かって、気持ちが、あ、ほんとそうですよね、あの柔らかいし高カロリーですもんねってアイドルがさ、そんなこと言うと思わないじゃないですか、高カロリーなものをおすすめし合うのなんて。今までだったらダイエットは何がいいですかとかさ、そういう会話で仲良くなるとか盛り上がるものだったんですけど、違うの、時代はプリンプリン時代なんです。うん、そうなの。なのでね、高カロリーな甘くて美味しいプリン食べたいと思いますプリン時代ですよ皆さん。あ、そう、でもそれかゼリーだったら、その日向さんが CM されてたゼリーみたいに高カロリーなエネルギーあるやつだったらバッチリです。プリン、プリン食べるべき。アイドルは体育会系、意外とね体育会系なんですよね、アイドルって。なんか多分外で見えてるものも、外で見えてるような分よりも結構レッスンもしてて、なので動くんですよね。意外なのか分かんないんですけど、意外とこう思っていたよりもレッスンって多くて長いんですよ。なのでね、いっぱいここでカロリーを摂取したいと思います。明日もちなみにレッスンがあるので、あの NST 祭りさんの方で頑張ります。レッスンすると痩せます、本当に痩せる。あのなんか最近ね、そのレッスン、その楽曲以外にも基礎トレーニングっていうのやってて、体幹トレーニング、筋肉トレーニング、あ、入った、ありがとう、とかやったり、あのリズム取る練習とかしたりするから本当に痩せる。私結構もう夜ご飯とかお米1合ぐらい食べるのに、あの激太りはまだしてない。なので、あのダイエットはやっぱり動くことがおすすめです。でもみんなはそんなに突き詰めてダイエットしないでね、健康にね、悪いねあ、そうなんですよ、20日のオールナイト藤子さんでね、一瞬の花火を披露させていただきます。イエーイ。あとね、プレイリストさんでも披露させていただきます。なんと歌番組2つ、イエーイ、嬉しい。あのなんか私が以前メールで匂わせていた嬉しいこと、シングルの嬉しいことっていうのはこちらですこちらでした。おめでとう、ありがとう。うん、分かってたやったー、嬉しい、歌番組だ。皆さんぜひ
ご覧くださいませ。嬉しいね。でね、うん、オールナイトフジコはトークもあるかな、もしかして。歌番組は事前収録って書いてあったのでね。どうですかね。そうだね、3期生歌番組初めてだった。そうだ、でもなんか全然そんな風に見えない、堂々としてたというか、なんか全然私とかの方が緊張してた。うん、楽しみにしていてください。はい、お願いします。なんかシングルの発売はもう1ヶ月ぐらい経ちますかね、あと1週間ぐらいで。なんですけれども、こうやって、ね、テレビ番組だったり、そのコラボカフェだったり盛り上げられていて、すっごく嬉しいです。今月もね、はい、NGT の月なんだ、 NGT の月になれるように精一杯盛り上げていけたらいいなって思います。よろしくお願いします。ではランキングお読みします。はい、坂中旬、坂秀俊さん、さん坂秀俊さん、神鍋さん、ロヒーさん、西タムさん、こんちゃんさん、いい旬のバーベキュー、元ちりめんとん屋さん、森鈴さん、すぐさん、のうさん、白いアルパカさん、みやぱんさん、あっきーさん、そして1位がピースのおっさんです。ありがとうございます。ありがとう。たたたた、お昼も実は配信してたんですけれども、今日は2回ありがとうございました。明日もね、まあ、どこかで配信すると思うので、もしよかったら見てください。